1月は平均気温がマイナスです。そして1、2度で、3月になってようやく、まあ、2、3度から4、5度ぐらい。これ全部氷のバラで寒さでこう傷んでしまう。でも中はこれほら花がびっしりついてます。これね、できるだけ葉っぱつけといて置いといたんで、こういう風に寒さがある程度この葉っぱで防げてるような感じ。まあ、あのもう寒さもだいぶ緩んできたので、傷んだ葉っぱで、次は雨とかね、そういうので葉っぱに病気が出て、花を傷める可能性もあるので、あのザッキリというか傷んだ葉っぱ切りをしていきたいと思います。結構この根元からできる限り花の根元から葉っぱいきます。これは病気とかじゃないんですか？これはまあ病気とかじゃなくて、当初寒さの痛み。ほら、こうちっちゃい逃げる咲いてる、逃げるポイント。これ氷のバラ。レッド。しっかり葉っぱ。断崖。大阪とかの団地だとこういう葉っぱの痛みはないんです。やっぱり寒いから葉っぱ痛みだ。時期はいつぐらいがいいか。大阪だったら全然切ることはないんですけど、まあ、この辺だと4月ぐらいまでに切れば病気もそんなに出ない。そうですね。クリスマスのお酒みたいな感じ。何点も今年結構何点も元気やったな。意外と全部葉っぱ落ちるかなと思ったけど、何点って言ってくる。葉っぱ強いね。何点よいしょ。今日は天気が良さそうで、クリスマスとかもこうやってこんな感じ。すごい花ね。これもこれはローズ。これはローズだと思うけど、それもうこの辺寒い時はマイナス12度ぐらいまで下がるから、マイナス12度や。葉っぱも傷む。